俺の子じゃけ。俺の子じゃけ映ってるぞ。あくびしてる。かわいい。これいいね。かわいいですね、待ち時間も。あ、帰れる。ここ帰れる。二つの帰れる。あ、帰れる。ムキムキ。ムキムキの、ムキムキの、鮭。いっぱい帰れるぞ、プレート。これ初心者プレートか。初心者プレートかわいいか、初心者プレートにしよう。ムキムキの鮭、ちょっとなんか恥ずかしくなってきた。三代目。J ソウルブラザーズ。さすがに、さすがにないか。三代目赤ちゃん。なんか嫌だな。インク切れの赤ちゃん。ダメ。あ、生かした赤ちゃんとかいいじゃん。今を楽しむアルバイターとかこれひどくね。これでいいや、もう。今を楽しむアルバイター。あ、これシャッフルで遊べる。待って。ほら、生かした鮭とか。秩序のお祭り好き。遊びます。今を楽しむお祭り好き。これは間違いない。目立ちたがりな王者。もうかっこいいね。冷静沈着な若者。ベテランっぽいな。秩序のお祭り好き。今を楽しむ。結局これになるんだよな。スプラ3すごくね。だって、フェスの時は夜でしょ？今まで晴れてたでしょ？初めてじゃね？夕方って。夕方の時間帯めっちゃレアじゃね？すげえよ。すげえよ、ほんとに。おしゃれ。こうやって登れんのかな？登れた。何やんだ？上行けるぞ。あ、買い物だ。おしゃれだな。あ、この先はさすがに行けません。行けないかな、頑張って。無理か。あ、ショップ入れた。ショップなんか入れたよ。意外と入れるのか？売ってる！あ、星のマークってあれじゃない？ランク4にならないとできないらしい。買えないらしい。でも入れた。はい、せっかくなので、これからスプラ3で出てくるこの組み合わせ、武器とサブとスペシャルの組み合わせを見ていこうかなと思うんですけど、もしかしたら、今映ってるこのトライスリン型ポイズンミストとメガホンレーザー 5.1 チャンネルって書いてるんだけど、もしかしたらなんか修正されて変わる可能性がある。確か、前夜祭の時、スプラ2の前夜祭の時なんか違うスペシャルとかあった気がするんだよね。だから多分変わるとは思うんですけど、今の状況ではこの状態なので、まあ見ててください。トライスリンガーと、あ、どうしよう。せっかくだし、メインで決めるか。すげえな。これ分かれんのすごいね、このメインで。いろんな武器がある。このワイパー系統も出たね。系統じゃ今までの全部あるのかな？ありますね。どうしよう、じゃあサブで決めよっか。まずスプラッシュボムがついてるのが、ワカバと、ノバと、パブロ。で、スプラチャージャー、バケットスロッシャー、スプラスコープ。ボム結構多いですね、こう見ると。で、9番ボムもちらほらありまして、ザップとかあんまり変わんないね。スプラ2の時と変わらない。ただ、エナジースタンドになってる。ちょっと待って、スペシャルめちゃくちゃ気になる。で、あとは、クイックボムは当てはまるものかな？今のとこないらしいです。スプリンクラーはあるね。ダイナモ。バレルスピナー。パラシェルター。スペシャルどうなってんだろう？エナジースタンドか。バレルがそうな。パラシェルターがトルネード。へぇー。塗りが強いね。パラシェルター。次見てみますか。あれ？次何？次これか。シールドはもう52ガロンだけだね。これはもう一緒だね。プロモデラー、MG、これなんか色が変だよ。あ、銀かな？炭酸ボムついてる。てか炭酸ボム出るんだ。炭酸ボム出ますよ、みんな。ちょっと進化してるかもしれない。見た目が違う。で、サメライドプロモデラーについてますね。やりたいですね、早く。で、カーリングボムはやっぱスプラローラーと、グレートバリアーってのがついてる。ホットブラスターがロボットボムと、ハイドラントもロボットボム。クワトッパーもロボットボム。ここら辺あんまり変わらない感じがするね。前もそんな感じだった気がする。お、キャンピングシェルターは一応ビーコンありますね。吸引機だって、キャンプ。ちょっと気になる。で、ポイントセンサーまだなくて。
トラップ、てかいろいろ種類あるじゃん。トービードとかもちゃんとある。サブは全部あるんだ。てかサブ変わってないね。ポイズンミスト。これ何これ。ラインマーク、あ、これ新しいサブだ。これだけじゃね？新サブ。それ以外は今まで既存のやつだ。ちょっとまだ見てないの見てってください。各自止めてみてください。あ、カニタンク、プライムシューター。トーピード、ウルトラハンコ、ワイパー。まあ、せっかくなのでスペシャルの方見てみますか。スペシャルめちゃくちゃあるよ、今回。増えた、もう種類が増えた。あ、でも減ったのもありますね。じゃあまず、ウルトラショット。これはもうスプラシューターにしかついてなくて。てかさ、前夜祭この武器全部使えるってことじゃね？何でも使えるじゃん。グレートバリアはこの3種類。若葉シューターにバリアつくんだ。ホットブラスターにもつくね。気になるところだ。ノバ、食ワンダー。これは新しいスペシャルだね。ノバと北斎。いや、ノバブラスター使おうかな。いや、北斎の方がいいかな。楽しそうだ。マルチミサイル今んとこないんだ。雨もない。で、ナイス玉。ナイス玉が、ハイドランとか。リッター 4K、ポップソナー。もうソナー系は長射程の武器なんだね。まあ、それはそんな感じするわ。吸引機も一応長射程とか、ちょっと癖がある強い武器。で、エゴニーガロン、パブロ、トライスリンガーにはメガホンレーザーがついてます。パブロについてるのがちょっと気になるけど。うん。あ、ジェットパックついてる必戦。強そう。もう強いよ、多分。勝手に思ってる。強い。で、ウルトラハンコはワイパーっていう、あんまり、ワイパーが、その近くで倒せるのに、ウルトラハンコなのかって思っちゃったけど。トーピードもついてるし、まあいいんじゃないか。プライムシューターがカニタンク。あ、マニアはカニタンクなの、これ使いたい、カニタンク。あれかな、二つに手が分かれてるからカニにしといたのかな、とりあえず、スペシャルを。で、モデラーはサメちゃん。クワットもサメちゃん。俺クワット使おうかな。トリプルトルネードが、パラシェルター、バケットストロッシュ。これ強そうだけどね、普通に考えてね。塗りが強そう。ただ、クイックボムないの気になる。最後にエナジースタンドは、味方の補助ができる、ザップとダイナモですね。はい。この組み合わせ。この組み合わせを、一応覚えておきましょう。もしかしたら変わる可能性もあるのでね。うん。こんな感じかな、見とけなきゃいけないやつは。ホワイト、ベリベリホワイトフェスティ、まあ一応頭はいっぱい変えれるみたいです。上のギアは。ただ、服だけは、やっぱ、結局フェスティ着るから、追加されてなくて。靴は、いっぱいあると。何これ、アクション強化って。何これ。イカローレやイカ登りが行いやすくなるとともに、ジャンプ直後に攻撃するときの射撃のブレが少なくなる。すげえ！新しいギアやん、アクション強化。初めて見た。これは？サブ影響軽減。サブウェポンによるダメージは効果。あ、今までのサブ強化の逆側だ。軽減する方だ。他に知らないギアとかありますかね？ステルスジャンプは？今までと変わらない。どんな感じなんだろう？ステジャンも気になるし。まあ、あとは既存のやつ、今までと一緒のやつで、ちょっと追加されてるぐらいか。頭は？頭知らないのあるかな？あ、これは？スタートダッシュあんじゃん。お、スタートダッシュだ。なんか久しぶりに見た。あ、でもスプラ2でもあるか。確か。久しぶりに見た、使わなすぎて。楽器強化、まあこれもありますね。まあ頭にはね、また別のギアがあって。あとは2にちょっと似てますけども。おー、楽しそう。